私、眠っておりましたか？もう、すっかり日が沈んでおります。いけませんね。今日はなんだか、赤ちゃんのように小刻みに眠ってしまっている気がします。慣れない海ではしゃぎすぎて、自分で思っている以上に体力を消耗しているのでしょう。ふぅ、うん。失敬いたしました。大あくびを。およ？なんだかあったかいと思ったら、主様が私を抱き寄せて眠っておられますね。これはどういう状況でしょう。キャル様やペコリーヌ様は近くにおりませんし、状況がわかりません。寝ぼけてうまく頭が回りませんし。仕方ありません。気持ちよさそうに眠っているので恐縮でございますが、主様を起こして事情を聞きましょう。主様、主様、お目覚めください。主様、はい、おはようございます。いつでもあなたに忠実な従者、コッコロでございます。主様、私、現状がわからず困惑しているのですけど、事情を説明していただけますか？それに、このように強く抱きしめられると骨が折れてしまいそうですので、ご勘弁くださいまし。あったかくて心地よくはあるのですけど。はい、ありがとうございます。恐縮でございます、主様。真夏日ですが、太陽が沈むと多少肌寒いですね。主様が体温を分け与えてくださったおかげで、風邪をひかずに済みそうで助かります。主様、寝ぼけてらっしゃるのですか？いけません。それは食べ物ではございませんよ。もう、主様、私の髪飾りを食べようとしましたね。成果ならまだしも、これは人工繊維で作られた造花なので食べられませんよ。主様も美食伝として活動していくうちに、随分食いしん坊になられましたね。寝る子と食べる子は育つと言いますし、良い傾向かとは思います。ともあれ、どうして私は主様と一緒に寝ていたのでしょう。あ、はい、仰せのままに、主様。ふむふむ。暗くなってきたので、今日のところは一旦撤収することになったのですね。確かに夜の海は視界も悪く、泳ぐのは危険でございますから。それで荷物などをまとめて宿泊場所となるバンガローまで移動することになったのですか。先に下見をしましたけれど、なかなか癒しあふれる感じのバンガローでございましたね。キャル様は不満を漏らしていましたが、私は嫌いではございません。エルフは自然に寄り添って生きる種族でございますから。ともあれ、私は疲れて寝入っていたので、起こさぬように気を使って、主様が見守りつつ、そのまま寝かせてくださったのですね。起きたら二人でバンガローまで移動、起きなかったらおんぶして運ぶという感じで想定されていたのですか。バンガローの部屋割りはキャル様とペコリーヌ様、主様と私だったので、
責任を持って主様が私の面倒を見てくださったのですね。けれど私の体が冷えないように抱っこしていたら、主様も眠くなってしまって一緒にうたた寝をしてしまったのですか。理解いたしました。なんだか気を使っていただいたようでお恥ずかしいです。美食殿の皆様は私を年相応の子供として扱ってくださいますね。守り甘やかして慈しんでくださいます。そういうのには慣れてなくて、やや気恥ずかしいこともあるのですけど、とても光栄で嬉しく思います。故郷では私まるで腫れ物に触るような扱いで、長老の娘として尊重はされていたのですけど、人肌のぬくもりが遠かったのです。けれど今は全ての子供たちが平等に与えられるべき、そういう尊いぬくもりを皆様からもったいないぐらい与えられています。私は果報者ですね。主様のおそばで過ごす日々が、そのすべての瞬間が、故郷ではどれだけ望んでも得難かった宝物でございます。輝いております。今宵の空にきらめく星々のように。はあ、幸せです。私ばかり見ていないで、周りをご覧ください。主様、昼間の海も水面が陽光を反射してキラキラ輝いていて素敵でしたが、誰もいない静かに泣いた真っ暗な夜の海も趣深いものですね。はあ、主様、潮騒が子守歌のようです。私また眠くなってきてしまいました。